デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニアのリングネームで知られるハリー・スミス、ハリー・スミス、1985年8月2日隊はカナダのプロレスラー、アルバータ州カルガリー出身。WWE では、デビット・ハート・スミス、DH、スミスの名で活動しており、リングネームは、デビットが、 ハリーの父のデイビー・ボーイ・スミスの本名から取っており、ハートは母ダイアナ・ハートの旧姓であり、レスリング一家であったハートファミリーから取ったものである。シーシェパードの支持者でもある。一族がプロレスに関わっているハートファミリーであったことから小さい頃からプロレスに囲まれた生活を送っており、子供の頃は重慶帝同士が集まってソフスチュハートの道場。 第四に忍び込んで遊ぶなどをしていた。父スミスが日本へ遠征して帰った時に買ってくれた日本のおもちゃやプロレス雑誌などを見て日本にプロレスラーとして行きたいと興味を持つ。寿司が好物なのもこの頃の父の影響である。8歳の時にダンジョンへの立ち入りが認められ、おじのブルースハートやロスハート、帰国時の父から指導を受けた。1994年、 8歳の時にカルガリーを拠点とするスタンピードレスリングのロッキーホード大会でいとこのマッドアニス当時11歳を相手に本名のハリー・スミス名義でデビュー3年後にマッドが病気で亡くなった時1996年10月の WWF カルガリー大会でマッド追悼チャリティーマッチとしてテッドハートと組んでいとこのタイソンキッド組と対戦した2000年に 両親は離婚したが、2002年5月には、カナダのウィニペグで、父のスミスとタッグマッチ、6人タッグマッチのチームを結成している。ところが1週間後に、父のスミスが他界した。また、2年後には、祖父のスチュが88歳で亡くなっている。2004年5月には、TJ ウィルソン、現代ソンキッドと、スタンビートブルドックスを結成。 この頃は当時北米地区のブッカーをしていた、大合、鉄之助のトレーニングを受けており、2005年6月、WWE からのオファーを断り、大合のルートから新日本プロレスにハーデー・ブルドック、スミスの名前で参戦した。長野正宏が率いるブラックニュージャパンと共闘を展開、新日本には3度来日している。しかし新日本の業績が厳しくなり、 外国人枠が縮小されて、オファーがなくなったこともあり、2006年に WWE とディベロップメント契約を交わし、DSW へ送られ、そこで TJ ウィルソンと共に活動する。その後、WWE と DSW の関係解消により、FCW へと移る。そこで21人、バトルロイヤルに勝利し、FCW 南部ヘビー級王座初代王者となった。 2007年10月に DH、スミス、デビッド・ハート・スミスとして RAW に登場し、父親の得意技ランニングパワースラムでカリートに勝利を収めた。だが、11月に薬物違反により1ヶ月の謹慎処分となった。2008年の追加ドラフトによりスマックダウンへ移籍するが、その後 FCW へ送り返されてしまった。 2009年の追加ドラフトにより ECW へ移籍した。5月のタイソンキット対フィンレイ戦に乱入し、ヒールとして ECW デビューする。以降は、ナタリア、タイソンキットと共にハートダイナスティとして活動していく。6月のトレードで、キット、ナタリアと共にスマックダウンへ移籍する。移籍後は、クライムタイムと構想し、 その後もヒールとして活動していたが2010年3月28日に開催されたレッスルマニア26でのブレッドハートとビンスマクマホンの一戦をきっかけにベビーインした。4月25日のエクストリームルールズで統一タック王者のビッグショーザミズ組に勝利し統一タック王者への第一挑戦者となり翌日の RAW で王者組に勝利し統一タック王者となった。 なお、8月16日の RAW のブレットからの発表をもって WWE タック王座となる。その後追加ドラフトにより、ナタリア、タイソン・キッドと共に RAW へ移籍する。オーバー・ザ・リミットでは、クリス・ジェリコザ・ミズ組、フェイタル・ヨンウェイ、マネー・イン・ザ・ワンクでは、ウーソズから王座を防衛してきたが、9月19日の ナイトオブチャンピオンズのタックチームターモイル景色の王座戦で嘘ずに破れて王座から陥落する試合の結果コーディローデスドリュー・マッキンタイア組が王,王となるその後もタック王座戦線に絡むが負け続けチームは不和となってしまう11月15日のジャスティン・ガブリエルヒース・スレーター組との試合ではキットに交代を拒否されてさらに頭にキックを叩き込まれたこれで ハートダイナスティは解散となり、キッドはヒールターンした。その後キッドと構想に入るが出番は減っていった。WWE スパーストアーズを中心に出番もあったが、ギミックチェンジなどの努力も叶わず2011年8月に解雇となった。WWE 解雇後、アントニオイノキが主催する日本のプロレス団体であるイングフに8月27日、 本名であるハリー・スミス名義で参戦、鈴木秀樹と対戦するも4分余りで敗戦となった。翌週の9月3日、ゲノメ17では、ボビー・ラシュリーと組んで剣道家新、藤田和幸組とセミファイナルにて対戦するが、これまた敗戦となった。また PWG、プロレスリングゲリラ、リングかキング、RPW、レジスタンスプロレスリングなどのインディー団体にも参戦している。 2012年8月、古巣である新日本プロレスに参戦し、鈴木みのるがリーダーを務めるヒールユニット、鈴木軍に参加、同ユニットのメンバーの一人で、元、WWE のランス・アーチャーと共に、外国人、タッチーム、KES を結成した。新日本に復帰した、当初のリングネームは、イグフで使用したハーリー・スミス名義であったが、新日本からの要請で9月より、 デイビーボーイスミジュニアに変更になった。10月8日の PPV、NJPW40th Anniversary King of Pro、レスリングにて、天皇寺、天山広吉小島聡氏が保持する EWA グップタッグ王座に挑戦し、見事勝利を収めて61代 EWA グップタッグ王者となった。2013年3月には、ニュージャパンカップに初出場し、 初戦で、中村晋介をも破る波乱を巻き起こし、ベスト4の成績を残した。4月7日、インベージョンアタックでは、トリプルメインイベントに出場し、中村の保する、イーワグップインターコンチネンタル王座に初挑戦したが、ボマイエで敗北を喫した。4月20日、ムイ、ヒューストンのイベントパレードオブチャンピオンズにアーチャーと、共に参戦する。 ウィ世界タッグ王座保持チームのキングス・オブ・ザ・アンダーグラウンド、スコット・様マーライアン・ジェネシスと E1 ウップタッグ王座とウィ世界タッグ王座をかけたダブルタイトルマッチにて勝利し、タッグ二冠王者となった二千十五年より、鈴木らと共に鈴木軍としてプロレスリングノアに上陸し、二月十一日にアーチャーとのタッグで TMDK を破り GHC タッグ王座を 獲得5月28日に丸富士制度矢野2組に敗れるまで10連続防衛記録を達成している。2017年より鈴木軍の一員として再び新日本プロレスに参戦中。幼少期のハリーは父のデイビーボーイ・スミスが日本から持ち帰った VHS のビデオテープを鑑賞していた。そのビデオには 全日本プロレス中継がそのまま録画されていた。そのため、ジャンボ、ツルダや天竜源一郎、スタン・ハンセンなどにインスパイアされた。ジャンボツルダへの強い統計から、WWE 時代にジャンピングにアタックを決めた、後に右手を突き上げるパフォーマンスのところまでを、自身の定番ムーブとしようとしたが、日本のプロレスを知らない観客からの反応は、非常に冷めたものだった。また、 10代後半の頃には、海賊版ビデオを収集し、新生和フや、リングス、四天皇プロレス時代の全日本、重心サンダーライガーや剣道家臣などが、キーパーソン時代の新日本ジュニアなどに興味を持ち、自身のファイトスタイルに転化させた。新日本初参戦時は、ニールキックや、キャプチュードなど、前田明ゆかりの技を使用していた。しかし、 WWE では特に背後から組み付き、相手の頭部をマットに叩きつける投げ技、急角度のバックドロップや、ジャーマンスープレックスが、ハイリスクムーブイコール危険な技として NG に、されてしまった。父を超えるためにいつか、総合格闘技で戦いたいという目標があり、2012年以降、来日するたびに、佐山聡や桜葉和志、高差勝吉、 藤原義明の下で練習している。週刊プロレス2011年9月28日号ページ34斉藤文彦デフで連載コラム、ボーイズは、ボーイズ大戦30回。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。